北養育館が問いし碑文は松方正義による。養育館のあった日田市営産本末駐車場養育館は当時の日田県が文庫国日田郡北豆田村に設置した捨て子などの養育が必要な幼児を収容して保育するための施設である。合わせて孤児や貧老児を収容したため近代日本において最初の孤児院であるとされる。 北県の初代知事として赴任した松方正義が当時の北県内で監修的に行われていた打体の防止を医師や産場などに促したが効果がなかったため打体の禁止と罰則を告示し及び捨て子などの収容施設の設置を構想した構想には伊佐山東作の震源や宇佐郡四日市の医師である渡辺豊作の上心があったとされ また貧困家庭の出産に20年間寄付金を与え続けた実績のあるカフリ村の生涯門に諮問している。明治2年に設立され、同年6月6日に古屋を利用した仮施設から北郡南豆田村島畑の新館舎に移った。施設費用は松方の資材が投じられ、館の養育係長以下、産売や医師など関係者は無報酬で活動した。 設立から3年後までに、野合解体の小原登録が366人、養育館の監督下に置いた家庭で育てたのが169人、収容された合わせて139人の孤児や捨て子が養育された。明治3年6月の貧老児収容法の改正と、北県の大分県への合併、北の経済悪化によって、明治6年に閉鎖された。ありがとうございます。